私自身はあまり園田麻里という人物と似てると思ったことがないんですけど、なんか周りから言わせると、私が持ってるものの中から麻里っていうキャラクターがなんかできてるじゃないですか。だから私は似てないと思ってたけど、キャストとかに聞くと、いや麻里っぽいよって言われることがあったりとかして、なんかそれはそのなんて言うんでしょうね、表面的なことではなく、なんかこう底の部分っていう、ですかね、なんかそういうところがすごく似てるって言われた時に、あ、そうなのかなって思いながら、でもなんかずっと一緒にまあ約20年間歩んできた女の子ではあるので、なんでしょうね、なんか相棒みたいな感じなんですかね。あんな風に初対面の人にこう最初からガツガツいけるタイプでもないですし、だから割とだから演じてる時は楽しかったです。